なりどら焼き食べてるところからスタートでございます、ね、今日ねだって学校帰ってきたの4時25分ぐらいだったよね。27分ですだよね、うん、でもう今40分だからもう速攻着替えて出てきた感じです。はい、ということでどら焼き食べ終わりました。でですね、今日はね11歳最後の日なんですけども、なんとダンスですはい、ということで今からダンスに向かいたいと思います。いや、もう向かってます。なんか今日ねちょっと学校で会って委員会みたいなのが、ね、ちょっと遅れてるんですけども、ダンスに向かっています。はい、何写真、お疲れ、何やってんの写真じゃない、動画でしょダンス終わりました。お疲れ様。どうだった？疲れた？疲れた。朝帰ってね、今日珍しく。今日ね、ダイナマイトやったんだけど、うん、ダイナマイトより簡単だった。ダイナマイトやったのに？ダイナマイトこの前やったの、うん、前回、うん、で今回また違う曲なんだけど。あ、違う曲にしたのか。前回より簡単だった。じゃあダイナマイトは難しかったんだ。今度ダイナマイト踊ってください。で、でも曲のね、テンポがつかめなくて、苦戦した、うん、動きが大きかった。はい、じゃあちょっとダイソンやります。やります。私のじゃないでしょ。私のなの。どっちがいい？こっち 400g、 こっちはもちろん多い方。これとホットケーキ好きね。これでか、うん、今度作るんですよ。本当は昨日作ろうと思ったのに、牛乳とホットケーキミックスがなくて作れなかったんですよ何もないってことじゃん。牛乳とホットケーキミックスがないってやばいよね。頑張って買います。はい、牛乳はあるからね、もうね、明日作ろうかな明日誕生日だから明日はケーキでしょ。そうそう今日は11歳最後の日ですよ。待って、今日だってもう遅いから作れないじゃん。そうね、うん、帰ってきました。ということで今から宿題をしたいと思います。はい、何どうしたの、汚な汚な、あ、映せませんか。まあなんとか大丈夫。いや、これママ手紙ね。なんで今渡すの。臓器だよ、臓器。漢字なの今日。今日漢字なの。何ページ？え、4個。今日ね、うん、学校でここのね、うん、胸って漢字をね、終わらせたからね、うん、臓器から。臓器と？臓器と存在の損と疑うって感じと。すごい、こんなにあんの？うん。大変だ。一日にここやったから、ここ終わらせてきたのよ。じゃあ今から宿題ですね。はいはい、頑張ってください。頑張ります。えらいね、ちゃんと鉛筆でやってんだ一応。うん、シャーペンでやることも。え、先生はさ、鉛筆でやれってマジ言われた。6年生になって鉛筆でやれって言われるのもやっぱ先生次第だよねいきなり ね、 だ、 よね、うん、だってね、そんなこと低学年でも言わない先生は言わないじゃん。あの5年の時言われなかったの。うん、だからね、うん、しかもね、うん、HB はダメですって言ってた。これ HB なんだけどさ。そうだよね、 HB はダメです。 2B からにしてくださいとか言ってB からか、 B からにしてください。 B か 2B だよね言って、なんか学校では B を使ってるけど、うん、家では HB っていう、うん、バレなきゃいいってこと。バレなきゃいいってこと。ダメでしょ。だってさ、 B がないんだよ、 HB しかなくて。去年までずっと HB を使ってたからさ、残りの鉛筆は HB しかなくてさ。確かに B がないんだよね、うん、だから HB しかなくて HB をね、しぶしぶ使ってるっていう。なるへそ、なるへそ。あれ、ここにさ、野原ちゃんだった。野原ちゃんだった前から。前から、ほんと見て、あれ今の机はこれです。見て、あれ磁石取れちゃったよ、この手。ほんとだ、ここについてたのが取れちゃったんだね。なんか超弱くてさ。確かに100均だからね。そうなの、やっぱね、ちょっとあるよね、そういうのね。そうそう、いてて、こういうの呼べればいいの。
じゃあ頑張ってください。はい。今からお風呂に入ってきます。はい、はい、今日はね、汗だらだらなんで。そうだね。はい、お風呂に入ってきます。はい。はい、ということでお風呂上がってきました。はい、もうね、髪乾かしちゃったんで、うん、今ね、ちょっと髪にオイルを塗ってます。これです、これ。うん、これです。半分、もうだいぶ半分なくなった。ほんとだ、これ、ね、これもね、もうなくなってきちゃってね、うん、最近全然使ってないので。相変わらず好きなオイルね。好きなんですよ。今日で11歳終わりですね。あともう数時間で。そうですね、はい、数時間だったらもう12歳で。どうでしたか、11歳は。振り返ってみて、どんな年でしたか。太りました。マジ、そんな太った。あ、でももう去年の本当今頃はもう完全に自粛中だったからね。自粛で家から一歩も出ないぐらいの勢いだったもんね。自粛で太りました。確かに、コロナ最悪っていう。確かにね、そうだよね。はい、はい、超最悪なんだよね。コロナがなければ太ってなかったかもしれないんだよ。いや、でもそれはしょうがないよね。でもね、自粛じゃなかったら私運動してたから太ってなかったかもしれないんだよ。わかんないじゃん、それは。それはわかりませんよ。いやだからね、コロナのせいで太った年でした。はい、それだけですか。それだけですか、感想は。11歳、はい、1年振り返って、はい、それだけ。本当それだけ。それだけ。とどんな感じ。楽しかったです。楽しかったんだ。1年生楽しかったです。なんだそりゃ。はい、本当だからね、今年もね、うん、またね、小学生最後って、ね、そうだね、もう今年は最後、楽しく過ごしたいと思います、小学校生活。はい、あっという間だろうね、また1年なんてね。さて、1年後にまたこういう動画を撮ってるんでしょうか。それは分かりませんね。そうです ね、 ね、もう中学生だって、もう中学生になって4月に入ってってことだもんね、1年後って言ったら ね、 ね、どんな感じになってんだろうね。変わってないんじゃない。変わってないかな。変わってないと思う。髪が伸びてるかもね。あの、一応のまだもう伸ばす気でいるから、うん、もうこの髪が、このね、髪の長さがね、うん、好きなんだよね。そっか、まあ、結局その髪の長さになりそうだよね。また伸ばすって言ってさ、中途半端にちょっと長くなったらさ、やっぱり切るって言いそう。でもね、絶対言うよ、うん、でもね、あのね、伸びきっちゃえば、まあね、そうだから、伸びきるまでの我慢が大変なのよ、髪を伸ばす時って。ある程度伸びちゃえば全然もうずっと伸ばしてられるの。そういうもんなの、うん、肩に当たると。そうそうそう、跳ねるし、ちょっとこの辺なんか中途半端の長さが一番ね、邪魔だったり嫌だったりするんだけど、超跳ねるわけ。うん、それを乗り越えないとね。まあしょうがない、しょうがない。もうちょっとずつ跳ねるところに来てるよね。もう晴れてる。はい、じゃあもう寝るだけですか。あと運動して寝ます。あ、運動はちょっと取るなっていうことなので、もうここら辺でじゃあ今日はお別れにしたいと思います。まあ、取っちゃやだって言われた。そう、うん、え、運動も取るのって超睨まれた。そうです、さすがにそれはなんか嫌みたいなので。でも腹筋して足やってふくらはぎやるだけ。そうなんだ。まあでもあとは寝る、それやって寝るだけでしょ。はい、じゃあもうね、はい、明日寝たいと思います。はい、明日も学校なんで。はい、はい、じゃあ11歳
ありがとう。意味わかんない。12歳ありがとう。12歳よろしくね。いや、まだ12歳になってないから。なんだこの挨拶。まあ、まあいいや。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。11歳ありがとう。